エルベイティは、スイス出身のフォークメタルバンド。民族楽器を取り入れた音楽性が特徴で、ライブではサポートを含めた大女隊の楽団編成で活動。バンド名は、ガリア語で、スイスに住んでいたケルト人の意。同号を採用した曲を主体としている。スロベニアトール民公演2002年、クリゲル・グランツマンを中心に結成。2003年に、 デモ EP、ベンをリリースし、翌年にオランダのフィアーダークレコードと契約。同年にベンをリメイクしてリリースした。2006年、ファーストアルバム、スピリットをリリース。スピリットはサウンドホリックからもリリースされ日本デビューを果たした。2008年、レーベルをニュークリアブラストに移し、セカンドアルバムスラニアをリリースした。また、同年には、ファースト EP、 ベント、ファーストアルバム、スピリットが、フランスのシーズン・オブ・ミストから再発されている。日本では、ハウリング・ブルー・エンターテイメント参加のパーフェクト・クライム、レコーズから、広大、魔敵の国のスラニアとしてリリースされた。2009年に、サードアルバム、エボケーション・アイ・ザ・アーケイン・ドミニオンをリリース。同アルバムは、メタルの要素を廃止、フォークソングの要素が強いアルバムとなっている。 2010年、フォースアルバム、Every グ i n g l e Remains as It Never Was をリリース。同アルバムでは、再びメタル要素を含んだ、フォークメタルとなっている。2012年、フィフスアルバム、h e l v e t i s をリリース。セカンド、フォースと同様、フォークメタル中心のアルバムである。また、同年には、廃盤となって久しい1ステップ、ベンのリレコーディングと、ファーストアルバム。 スピリットのリマスターを収録した、コンピレーションアルバム、ザーリーイヤーズをリリースした。2014年6月、初来日公演。6スアルバム、オリジンズをリリース。2017年、7スアルバム、エボケーション2をリリース。2018年2月、約4年ぶりの来日公演ツアーを開催。2019年、エースアルバム、アテグナトスをリリース。 2019年8月時点2016年にバンドを脱退したアンナマーフィー、イーボ・ヘンツィ、メルリン・スッタの3人は同年にセラー・バーリングを結成し、現在も音楽活動を続けている。ありがとうございます。